どうもこんにちは、今回はですね、すごく久しぶりに山口県周防大島郡にあります陸奥野営場、こちらに行ってきました。2年前のね、ちょうど今頃にこのキャンプ場に行った時はね、誰もいなかったんですけども、まあ、昨今のキャンプブームのおかげなのか、人でね、だいぶ賑わってました。この日はですね、だいたい昼の3時ぐらいに到着したんですけども、まずはね、薪割りからスタートしました。設営したらすぐにですね、薪割りに入りまして、夜の準備、これもね、最初にしました。今回はね、昼の3時ぐらいに到着してるんですけども、まあ、できればですね、キャンプ場っていうのはそうですね、だいたい昼の1時ぐらいに到着する方が、のんびりできるんじゃないかなと思います。結構ね、時間に追われるようになっちゃうので、できるだけ早めにキャンプ場に行くのをおすすめします。でこの日の持ち物なんですけども、だいぶね、少ないです。まずランタンがあって、シングルバーナー、それと、焚き火関係ですね、焚き火台だったり、スパッタシート、薪、あと薪割り台とか。で、ライトスタンドにスキレット、あとは調味料だったり、ミニ鉄板、あとはティッシュ、それと、あとは食材とかですかね、食材だったり、灰皿だったりとかなんですけども、あんまりね、物を持っていってません。でこの日も DOD のワンポールテントにニトリのベンチと、持ち物はね、かなりシンプルにして出かけてました。で本日の料理なんですけれども、まずはね、アスパラを焼いていこうと思います。根元のあたりの皮をちょっと削いでですね、これをね、そのまま焼いていこうと思います。でなぜこれをやりたくなったかと言いますとですね、車中泊の旅、5月にやった車中泊の旅の、8日目、山梨県の道志村でキャンプをしたんですけども、その時にですね、アスパラを焼いたものをいただきました。でそれがね、すごく美味しかったので、すごく記憶に残ってまして、それで今回はアスパラを焼いてみようということを思いつきました。で、こちらがですね、ビーパルのミニ鉄板なんですけれども、これにね、オリーブオイルを敷きます。オリーブオイルを敷いたら、その上でただ単純にオリーブオイルをつけながら焼いていくと、というだけのですね、かなり簡単な料理なんですけども、こういうアスパラを焼いたりするのにもね、ちょうどいいぐらいのサイズの鉄板だなと思いました。ということで、しばらくはですね、アスパラを焼く様子をご覧ください。ある程度ですね、アスパラに火が通ったら、今度はね、バターをのせます。でこのバターを溶かしながら、味をつけていくというような感じです。味付けはですね、バターと塩コショウのみです。かなりシンプルな料理なんですけども、これはね、ほんと美味しいですよ。美味しいし、ほんとね、おつまみにちょうどいいような感じですね。これをご覧の方でですね、ビーパルのミニ鉄板お持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひね、このアスパラ焼きっていうのをね、やってみてもらいたいなと思います。すごく美味しいですよ。で今度はですね、スキレットを温めて、まずはね、牛脂を溶かしていきます。で、またね、同じようにアスパラを焼いていくんですけれども、残ったアスパラをですね、メイン料理の付け合わせとして焼いています。
ですね、ミニ鉄板よりもスキレットの方がね、確実に料理はしやすいです。料理はしやすいんですけども、そのやりやすさに勝る楽しさというのが、そういうのはですね、やっぱりミニ鉄板の方があるなと感じました。このバターも入っている状態で、ステーキを焼いていきます。で、お肉を焼きながらですね、余分なバターとか油、これもね、ある程度キッチンペーパーで拭き取ってます。これからね、ソースを作るんですけど、ちょっと作りにくいかなと思ったので、余分だなと思う油は、キッチンペーパーで吸わせてます。確かにですね、YouTube やりながらステーキをね、かなりの枚数焼いてきましたんで、肉のね、焼き加減というか、この辺はね、かなり上手になったんじゃないかなと思います。スキレットをね、洗わない状態で、このままバルサミコ酢をかけます。バルサミコ酢をですね、適量かけまして、まずはね、酸味を飛ばしています。で、酸味が飛んできましたら、今度はね、蜂蜜を入れまして、でこれがですね、冷めてきますとちょっとね、とろみが出てきます。なので、冷ましてる間に肉を切ってしまいます。どうでしょうか。かなりね、絶妙な焼き加減で、ステーキが焼けたかなと思います。さすがにね、いっぱい焼きましたからね、だいぶね、肉を焼くのがね、上手になってきたんじゃないかなと思います。で、先ほどのですね、冷ましたソース、これをね、かけていきます。いい具合にですね、とろみがついているのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。このソースがね、美味しいんですよ。やっぱりね、お肉にはお酒ということで、今回はビールをいただきました。ここでね、食べて美味しいっていうのをやりたかったんですけども、なんとですね、塩コショウをかけるのを忘れてます。なので、慌ててですね、塩コショウをかけてるところですね。これはやっぱりね、キャンプというと肉ですよね。肉はね、美味しい。やっぱりちょっとね、早めの夕食も済みましたので、これからはね、もう自由時間といいますか、好きな動画を見ながらのんびりとね、過ごすような時間になりました。このキャンプ場はですね、山口県の瀬戸内海沿いにあります周防大島というところなんですけども、体感温度がね、5度ぐらいは違いましたね。なんかすっごい暖かかったです。まあそれもあってね、もしかしたらキャンプ客が多いのかもしれないですね。このキャンプ場はね、そのまま釣りができたりもするところなので、そういう意味でもね、結構人気のところになったのかな。いかんせんね、2年前の誰も人がいないイメージしかないので、なんでこんなに人がいるんだろうっていう感じだったんですが、まあキャンプブームなんでしょうね、きっと。そしてね、夜はね、焚き火の時間なんですけれども、夜はね、やっぱり周りが見えにくいので、
いろんなものにねつまずきやすいです。なので、注意してね焚き火をするようにしましょう。危ないですからね。でこの日はちょっとね地面に座って火をくべたりとかもしてみたんですけども、意外とね地面に座ってやるキャンプっていうのもいいもんだなっていうのをねちょっと感じました。そういったスタイルもね今度挑戦してみたいですね。DOD のテントはですね、まあ、一応ね公式には5人用ということになってますんで、ある程度の、ね、広さがあります。なので、まあ、テントの中でねこういう風にのんびり過ごしたりっていうことが、まあ、できたりします。でね、今ね DOD のこのワンポールテント結構安くなってまして、5人用でね黒で 14,950円という感じで、最近なんか DOD は値段がねだんだん高くなりつつある気がするので、その中ではねお安いテントなんじゃないかなと思います。さあそしてね翌朝6時半です。キャンプに行くとですねだいたい眠りが浅いので、早朝にね起きてることが多いです。で、起きてねだいたい片付けを始めたりとか、あとはこんな感じでパンを食べたりとかして、もう軽めの朝食ですよね、そういったものを食べて、片付けながら過ごすっていうのが多いですね。本当に久しぶりに行ったキャンプ場でしたが、思いのほかですね人気のキャンプ場になってたのでびっくりしました。ちょっと人が多くてですね、あんまり喋ったりっていうのが難しかったんですけれども、近々ですねまた、キャンプをしながらライブ配信もしてみたいなと思いますので、その時はねぜひよろしくお願いします。それでは